ギャスミン・クルティッチは、ユーゴスラビアチュルノメリ出身のスロベニア代表サッカー、選手。パルマ・カルチョ1913所属。ポジションはミッドフィールダー。2010年12月に US チッタディ・パレルモと4年半契約を結び、イタリアに渡る。パレルモにとっては、ヨシップ・イリチッチ、アルミンバ・バチノビッチ、シニシャ・アンジェルコビッチに続く。 このシーズン4人目のスロベニア人プレイヤー獲得となった。カップ戦でのデビュー後、2月13日のアッコフ、フィオレンティーナ戦でセリー A 初出場を果たすが、このシーズンは4試合の出場に終わり、出場機会を得るためよくシーズンは2部 AS バレーゼ1910へレンタル移籍した。バレーゼでロランド・マラン監督によってトップ下から中盤へコンバートされると、 公ともに成長を見せクラブの上位進出に貢献。プレーオフの末にセリエ A 昇格を逃したが自身にとって大きな収穫となった。シーズン終了後にパレルモに復帰した。しかしパレルモでは期待されたほどのパフォーマンスを発揮できず、クラブも降格。シーズン終了後に共同保有で US サスオーロカルチョに移籍した。2015年6月25日。 アタランタ BC に4年契約で移籍した。2018年1月11日に SPAL と3年半の契約を締結した。リーグ後半戦でレギュラーとしてプレイシュクラブのセリエー残留に貢献。シーズン終了後に買取義務が履行され完全移籍となった。2020年1月10日、パルマカルチョ1913へのローン移籍が発表された。 スロベニア代表として2012年5月26日、ギリシャ代表との親善試合で A 代表デビュー。この試合で直接フリーキックを決め、初得点を記録した。ありがとうございます。